えー、それではあの今あのコメントをしていただきましたけれどもあの次のご報告者に移動したいと思います、えー、近畿大学のあの岡野先生岡野先生は実はあの岡野先生もですねえっ、ー、とこちらのグローバル関係学のちょっと表紙がなくて恐縮なんですけれどもグローバル関係学の第4巻の「えー、紛争が変える国 変える国家という勘、えー、でですね、えー、こちらは実はシエラレオネについての,あのご報告をあの論文を、まあ、一生挙げておられますで本日のご報告はですね越境的非国家ネットワークの研究シャンジンによる武力闘争 NGO えー、C.S.O. 違法薬物タイの事例ですね。えー、というあのテーマので、まあ、共謀研究を、えー、まあ2年間してこられましたので、それについてのご報告ということになる、えー、なります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と、共有はできておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。ええー、ちょっとお待ちください。まだ出てきてる。はい。まだ出てきて。 開始しましたとは出てくるんですけれども、えー、肝心の画像が出てきません。わかりました。もうも一回やりますね。何、はい、かが何かがおかしい、えー、っと。あ出ました。はい大丈夫です。あありがとうございます。 とと、えー、ということで、岡、え、野、ー、申します。えー、私、ですね、えーと、本に書かせていただいたので、えー、とシエラ・レオネ、西アフリカの、えー、とシエラ・レオネという国をエボラ出血熱の話だったんですけれども、えー、そのエボラ出血熱の時にです、ね、えー、もうこれ、いつに行けるかわからないぞということで、ですね、新しい研究として、私本来、その内戦の研究者なんですけれども、えー、シエラ・レオネ以外、西アフリカ以外のところを探そうというふうなことで、ですね、目をつけたのが、まあまあ、ミャンマーの内戦であったというふうなことになります。で 先のミャンマーの内戦の中でも、ですねその隣国に出てくる、煉国のタイと関係が深い少数民族、サンジについて、まあ、研究していますで、まあ。せっかくなんせっかくなんでっていうか、このタイミングなんで、えー、とちょっと、えー、枕として、えー、と話をさせていただくと、ですね、えー、2月、えー、頭にです、ね、ミャンマーでクーデーターが起こったという,ふうなことがあります。 えー、ということで、どういう動きがあったかっていうと、その、えー、シャンジンの人です、ね、日本にもそのミャンマー、日本にいるミャンマー人っているんですけれども、シャンジンの、えー、ミャンマー、そういう人たちもですね、まあえー、大使館の前とか、そういうところでデモをやったりとかしてですね、えー、そのシャンジンの人たちもですね、日本語とか英語とか、まあ、ビルマ語とか。 産語、えー、を使える人はあまりいないんですけども、産、え、語、ー、を,をかける人があまりいないっていうのはあるんですけれども、そういった、えー、いろんな言語でですね、えー、Facebook などで発信しているっていうふうな状況があったりですね、あるいは、えー、昨日です、ね、そのチェンマイ大学っていうそのタイのミャンマー国境と近い、えー、大学があるんですけども、結構留学生とかがいっぱいいたり、移民コミュニティーがあったりするっていうふうなところで、ですね、えー、シンポジウムが開かれてですね、 そのそんで対岸に逃げてきているいろんな少数民族の、まあえー、政治エリートというんですかね、えー、とかたやその武装勢力の評議委員会の、えー、をリタイアした方であったりとかです、ね、あるいは今その、ピースネゴシエーションの,そのそ武装勢力のアドバイザーをしている人とかいうのがです、ねえーと、ウェビナーで語ったとっいう,うなことがあったりとか、そういうふうにものすごい動いているという風な状況があります。 えー、そういうふうな話はさておいて、ですね実はその私の研究の話をさせていただくという,ふうなことになるんですけども、えー、どういうことをしてきたかと申しますと、まああのえー、グローバル関係学の申請書、こういう内容です、えー、本研究ではミャンマー,、えー、ビルマ内戦に注目し、武装勢力による国境を越えた活動について明らかにするとともに、その活動を可能にした社会、経済背景について考察する、えー。という,ふうな で背景なんですけど、ミャンマー、ビルマは東南アジアの一国です。1948年に独立して以来、70年近くも内戦を経験し、現在まで続いていますというふうなことです。でビルマというのは1989年に国名をミャンマーへと解消したという,ふうなことがあります。なので、ミャンマーとビルマー、インターチェンジャーを使わせてもらいます。でえー、特に本研究では、ミャンマーからタイにかけて分布する民族、シャンジン、およびミャンマーにおいて、その独立を目指して活動する武装勢力に注目すると。 でシャンジンの隣国タイにおける社会活動や非暴力の、えー、政治活動を明らかにすることで、シャンジンの武装闘争を一国にとどまる政治活動として捉えるのではなくと、ミャンマーだけで捉えるのではなくて、周辺国をも含んだ領域で展開される、まあ、政治、社会、経済活動として捉え直しますよというふうなことをやろうというふうなこと。 でこの注目点というふうなところなんで,あで、えー、よく聞かれるんで、えー、ちょいと書いておいたんですけど、タイ政府に対するシャンジンの政治運動っていうのは見られませんというようなことがで注目点なんですが、えー、ミャンマーのシャンジンは本国で紛争に巻き込まれる一方で、まあ、断続的にもう100年以上、えー、タイへと移民する流れというのが見られます。でかつては国境地帯に、えー、未開拓地への入植 いうふうな形で行われていたんですけれども、まあ、近年ではですね、えー、賃金労働者として、えー、入ってきているというふうなことです。でまあ、これあの参考までに周辺地図なんですけれども、大事なのはミャンマーとタイっていうのは、まあ、かなりえ国境を接してますよというふうなことです。で、このラオス、タイ、ミャンマーっていうふうなところがですねこうくっついている、この3つの国がくっついている国境ですね、この辺りをゴールデントライアングルと言われていまして、まあえ 麻薬の生産自体だというふうふなことが、えー、ありますじゃあ、えー、この調査ですね、えー、やるとしたら、じゃあ、サブトピックにどんなものがあるんだっていうふうなことなんですけども、もういろいろありますと。えーまあ、大きく分かて武力紛争をやらなきゃいけないし、えー、移民の動態について研究しないといけないし、まあ、じゃあ、そのっ、えー、とミャンマーが民主化してどうなったんだ、えー、最近、ぐだぐだになってますけど、まあ、民主化の後どうだったんだっていうふうなことがあります。 それ,だけそれの中でもいろんなサブトピックが。で、今回の、えー、プレゼンテーションで提示したいのはですね こうした、まあ、まあいろんなトピックがあるなだけでいいですあの。ざっと目を通していただいただけでいいんですけれども、こうしたものがなんなんていうかある研究をしていたら別の、えー、トピックがポッと飛び込んできたみたいな形で,です、ねえー、実はトピックごとに挙げるとです、ね、互い,互いに独立したようなトピックに見えるんですけれども、これが互いに結びついてです、ねえー、いるんですよというふうなことをです、ねえー、このプレゼンテーションから伝えたいというふうなことがあります。 で、えー、は私の調査なんですけども、まあ、現地調査を基本としますと、えー、基本的に、えー、と私、えーと、できる言語はです、ねまあ、英語とタイ語、日本語にるの英語とタイ語なんですけれども、えー、基本的にタイ側で調査します、でタイの北部都市チェンマイを拠点として、都市部の移民を研究する一方、まあ、国境周辺を、まあえー、村々を回ると、まあ、バイクでぐるぐるぐる回って、ですね、えー、知り合いをに紹介してもらって、その村の歴史を聞き取ったりですね。 えー、そういうふうな中で、えー、何回もそういうことを繰り返しながら、えー、いろんな人と関係性を築いていくという,ふうなことをやっています。で、まあえー、ミャンマー、イギリスの植民地というのもありますし、えー、政治エリートというふうなときに話すときは、ちょっと英語が多いです。で、一般の人々と話すときにはタイ語、対語。で、これなぜかと言いますと、産語と対語が近いと。で、産人移民の多くは対語ができる。大体いい1年住めば覚えるっていうふうなことらしいです。 であの文法体系とか単語とか同じなんですけども何、えー、だろう発音の違いとかですぐ、えー、には理解できるできないっていうあ理,理解することはできないけれどもああこの言葉がこういうふうに置き換わらのねこの言葉は同じなのねっていうふうに分かっていくと、えー、だんだんしゃべることができるようになるというふうなぐらいのまあ言語だっていうふうなことです。でちなみに、えー、ビルマ語っていうのはそのシャン語と全く別の語族から異なる言語だというふうなことがあります。 で、私なんですけども、シャワン語現在学習中でございまして、ビルマ語はできないと、やらなきゃならないというふうな状況です。で、ミャンマーのシャン人ン地域も調査した結果があるんですが、これは、えー、経験があるんですけれども、これは対抗、えー、ができるシャン人ンを探して、その人に出会いの手伝ってもらったっていう,ようなこと。 この発表、えー、残り15分後とかな、えー、で取り上げてい,いきたいのはですね。隣国単位の都市チェンマイで活動するシャン系の cs o 市民社会団体とミャンマー国内で活動するシャン人の武装勢力はいかに関わっているのかっていうふうなことです。でそのこの問いに答える意義なんですけれども、まあ、えー、グローバル関係学どういうもんだ？ でも,うもう本当にホームページに書かれたさらっとしたものを取り上げてきたんですけども、主体よりもその間で工作するさまざまな関係性を分析することに重きを持つっていうお置くっていうふうなことを言っていますということで、じゃあ、本研究も見えない関係を描くそう出そうじゃないかということで、武装勢力と移民と市民社会団体、CSO、これらがいかに関わっているのかっていうようなことです。で、そうすることを見るとですね、縦割りの学問では見えてこないような。 例えば政治学の紛争研究では、えー、武装勢力と CSO とか移民がいかにかかっているか見えてこないですよ。社会学は移民とか文化人力は移民ですよね。であるいは例えば開発学だと、えー、こうした CSO っていうのは、えー ドナーの下請けとして難民支援とかをやってるわけなんですけども、それだと CSO と武装勢力がどうやって関わってくるのかっていうのが見えてこないですよねというふうな感じで、ですね、えー、じゃあ、その複雑な関係を描くためには、どうしたらいいかっていうと、学際的というか、ですね、まあ、現象を探求するような問いっていうのを設定して、それをアプローチする中で浮かび上がる現実をくみ取るっていうふうなことが、まあ、一つの方法論として適切なんじゃないのかっていうふうなことが言えるんじゃないか。 でそういうふういふなことと。でですす、ね、す。ね、えー、意図してますとで、えー、構成はつ次のとおりです、えー、でミャンマー内戦とはっていうふうなところなんですけど、これどういうものかと言いますと、まあえー、繰り返しになります。えー、ミャンマーというのは、えー、独立した1948年から内戦をやってまして、えー、ミャンマーというのは89年までビルマと呼ばれるで、えー。ミャンマーは多民族国家でいるんですよ、と。主要民族、ビルマ人が約7割とで、多数の少数民族が住んでいると。 公式的な数字だと135って言われてるんですけど、言、え、い、ー、過ぎじゃないかっていうふうな批判です。えー、で、主要な、えー、すみません、主要な民族として8つか9つかそれぐらいがあるんですけど、すみません、その数字は曖昧でして、えー、まあ複数の民族がいるというふうなことだけ覚えておいてください。でえー、内戦は、同立した年である4 1948年に始まり、現在まで継続していますよと。 でこの内戦の構図、えー、ポンチェで表したんですけど、どういうものかっていうと、えー、ビルマ人を主体とする中央政府に対して、独立とか自治を求める少数民族の武装勢力が多数ありますよというふうなことです。で、えー、この白い円のようなところに国境というふうに書いたんですけれども、えー、国境沿いに、えー、拠点を作って、ですね国境を利用しながら武装闘争をするような、えー、そういうふうなですね、えーと 組織もありますよというふうなことが、このポンチエで表しています。じゃあ、その歴史的経緯がどんなものかって言いますと、えー、どういうふうに内戦が始まったかなんですが、ビルマはそのイギリスの植民地を受けたわけです。で独立前後にです、ね、ビルマでは、ビルマ人っていう主要民族だけではなくてです、ね、少数民族も民族的アンデンティティを構築し、それがまあ新たな政治構想それ、それぞれが新たな政治構想を模索したという,ふうなことになります。 えー、大抵ですね、フィリピンならそのフィリピン人、マジョリティのナショナリズムとか、ベトナム人とかもそうですよね。っていったら、その主要民族のナショナリズムが盛り上がって、ですね少数民族っていうのは大抵そこに併合されていく、あるいはインドネシアのように、ですねインドネシア人という大きい枠を作って、そこに併合するっていうふうなことをするっていうことになるんですけれども、えー、ビルマの場合、そういった併合に失敗したと言っていいのか、あるいは複数の民族が複数の、えー、ナショナリズムを、えー、主張したままここまで。 ナショナリズムは併存している状況があると、ね、そうした状況からです、ねまあえー、少数民族が独立とか自治を訴えるようになる、そしてそれが、えー、武装闘争に代わって、まあえー、解放勢力として台頭するというふうなものです。 でえー、内戦が長期にわたっているというふうなことからもです、ね、このミャンマーの内戦の特徴としては、割とこのオールドスクールな、えー、いわゆる解放闘争型の武装勢力っていうのが、えー、結構多いんだというふうなことが、えー、言えるというふうに思います。じゃあ、えー、サンジンってどんな人とかっていうふうなことなんですけども、えー、タイとミャンマーの両側に分布するっていうふうなことなんです。 でえー、実はタイ側え資料はありません、なぜかというと、ですねタイ側はシャンジンとタイ,タイシャンジンジはタイ人の一つだというふうな形の、まあえー、とカテゴライズで統計が取られているために、ですねシャンジンもタイ,タイ人、マジョリティのところに分類されてしまっているという,ふうなことで、民族分布、よく分からないという,ふうなことになります。えーでえー、とよく分からないということはないですね、まあ、分かるんですけども、地図として公式な統計が出ていないという,ふうなことが言います っていいう,うなことと言えると思いますで、えー、タイ北部の都市チェンマイでは人口120万人のうち20万人がシャンジンであるというふうに推定されているというふうなことになります。でちょっと写真をお見せするんですけどもこれはチェンマイの市場なんですけれども、えー、とこれメニューの上がタイ語で、えー、下がシャンゴでシャンゴっていうのはそのビ,ルビルマ文字を参考に作られているんですけれども、えー、読み方としては、まあ、タイ語に近いというふうなおい、えー、しいヌードル。 えーとえー、とルワン市場のおいしいのどれって書いてあるんですけれども、えー、こういうものがあると、であるいはですねチェンマイ、えーとこれで、これですね、えー、と新興住宅地の団地、日本でいう団地、一軒建ての団地みたいなところなんですけれども、それの一角に建設現場の,ロあの労働者が住み込むような、えー、そうした区画が設けられていると、大、え、体、ー、いい4年ぐらい住んでいるというふうなことを言ってたんですけど、ここから働きに出るというふうなことなんですよ。 でそういう市場から遠いので、この前の車っていうのはちょっと見えにくいんですけれども、まあえー、なんだ、移動販売の車が出ていたりとかいうふうなところがあ,あります。で、これちょっと家の中なんですけれども、アップしたんですけれども、まあ、ちょっと割とこうね、ね <laughs> 貧相というかタイの中でもですね、えー、貧相な生活だなというふうなことがありますで、ちなみにこの写真を写っている女性はですね、えー、社員ユースパワーというですねまあ、CSO で子供に産後を教えたり、えー、あるいは、えー、コロナになった時にはコロナの時にどうしたらいいですかっていうふうなことをですねまあ、昔はラジオ 今だとインターネットで、インターネットのラジオですね、Facebook のページでこうあの、ラジオ放送、ラジオ放送っていうか、もう動画も動画付きなんですけど、するんですけど、そういうところで、えー、コロナについての情報を流したり、故郷公園だよっていう風な注意を流したりとか、そういう風な活動をしているふうの団体の女性です。で、ここにサンの旗っていうのがあるので、覚えておいてください。えー、ビルマの旗なんあ、ビルマ、ミャンマーの旗なんですけど、これ、 白白い丸がですね、白い星なのがミャンマーの国旗なんだけど、国旗なんですけども、どもえこの、えー、黄色と緑と赤に白丸っていうのがサンの旗なんです。で、これ、僕が撮った写真じゃないんですけれども、3、え、人、ー、ンンの、えー、文化活動みたいなのが行われていて、これは、えー、とポイサンロンっていう文化活動で、えー、と子供が一度僧侶になると。 で僧侶になると、一、まあ、人前なんだよっていうふうなとことなんですけど、その僧侶になるときに、まあ、か,なりかなり盛大な、えーお,祝いえー、お祝いとか、儀式をしますよっていうふうなことがですね、千枚の,のど真ん中の寺でな行われているというふうなことがあります。えー、で、ちょっなくなってきたんですけども、えー、とシャンジンジの 総方なんですけども、えー、独立後のビルまでシャンジンナショナリンムが盛り上がったとっいう,ふうなことになるんですけど、これは何かっていうと、独立する前に約束されたシャンシにおける自治権が十分行使できなかったからですという,ふうなことです、えーで。すみません、時間がないんで、えー、ここをちょっと読み飛ばすんですけども、ポイントは何かっていうと、いろんな武装勢力が出てきたという,ふうなことです。 えー、その中の一部、その吹き出しの中にその一部をつくあの抜き出したんですけども、まあ、いっぱいいますよっていうふうなことが分かっていただければいい。で、そのうちのおいくつかがですね、大国境拠点に活動するものがあったという,う、えー、ものです。で、過去、1980年代まで活躍してたのが、このスラって略されるんですけど、シャン n ナイテッドレボリューショナリーアーミーというふうなことです。で、まあ、一番最初に武装を放棄をしたるのがヌムスクハーンっていう、えー、英語名ないんですあの 現地名だからなんです、団体名なんですけども、えー、その一員のです、ね、コンジュンっていう人がです、ね、組織して、まあえー、ミャンマー最州とタイ・チェンマイ県の国境上に拠点を設置した、69年に設置して、ですね、えー、そこから麻薬の交易も牛の交易もですねあるいは商品を持ちあミャンマー側に持ち込んだりというふうなすることによって栄えたというふうな町があります。ピアンルワンという町なんですけど、えー、こういうふうな事例があります。でえー、このピアンンルワンなんですけども えー、シャンゴで学校教育を実施したり、3文字で雑誌や本を出版するというふうな活動をしました。で、自えー、ピアンブラに住む女性なんですけども、えー、小学校の時にはスラの学校で英語やシャンゴを習いましたよっていうふうなことをやってるし、えー、今,あの今活動している武法勢力の RCSSA という、えー、組織があるんですけど、その様子、 っていう人がです、ね、元スラにいた人なんですけれども、えー、政治教育を受けたっていうのがっちり、えー、とこの人ねタイ語で電気化が書いてるんですけどもがっちり、えー、の思想教育を受けて社会主義とか何,何,何ぞやとか、えー、ビルマの歴史が何だったんだっていう風なものもですね、えー、何ヶ月か研修受けましたよっていう風なことをですね自伝に書いてます。っていう,ふうな でこういうふうにです、ね、国境沿いで活動している武装勢力がいてです、ねえー、いわゆるその文字とかです、ねえー、思想とかっていうのを発信しているっていうふうなことがあります。で、次、えー、そのじゃあ今の,の武装勢力、RCSS ってどういう存在なのかっていうふうなことなんですけれども、えーどえーとど、独立前の約束で、えー、に基づいて、えー、となんだ。 えっと、そう一度その、だから独立権を三ャンジは付与されたんですよ、ね、一度ビルマに参加してください、けど、えー独立を付与あの、独立をしたい場合はできますっていうふうな、そういうふ、えー、うな合意みたいなのが交わされたんですけれども、えー、それがまあ独裁政権になって保護されてしまった、えー、じゃあ、その保護された約束っていうのをわれわれは武装闘争を通してやるんだっていうふうな主張を掲げてました、えー、そして、タイ国境に複数の拠点を設けて、えー、武装闘争を続けています。 で2011年にはそのミャンマー政府との間で停戦合意を結ぶんだとで。それによって思想も独立前の約束に基づいて独立をするんじゃなくて独立の前の,その約束に基づいて実をしましょう、えー、その一緒になったことが、えー、満足なしなかったら独立していいですよっていうふうな約束だったのでどううの独立を掲げていたんだけども停戦、えー、合意を結ぶことによって。えーと じゃあ、ミャンマーの枠内で何ができるのか、議長くださいねっていうふうなことに変えているというふうなことです。で、それ以降はですね、武装および支配地域を維持したまま、ミャンマー政府と政治的解決を向けたまあ対話をしているんだよっていうふうなことがあります。えー、で、じゃあ RC、RCSS、SSA がいかに台頭したかっていうふうなことなんですけども、えー、実はですね、その前、80年代は90年代前半にかけてですね、 えーとクンサーっていう人がです、ねえー、出たんです。で、この人、まあ、ウも防ー,ード的なあー人でですね、円、まあの攻撃から得た収入を原始にシャンチンの独立のために戦うと主張したっていうふうな、えー、そうした、えー、と武装勢力、モンタイ軍、えーと、モンタイアーミーなんですけど、えー、そこの、えー、指導者だった人です。で、ミャンマー内戦、ビルマ内戦の特徴として、ウ防漏ード型と、 えー、つまりそのマ,フマフィアみたいな形で、えー、と違,法違法なビジネスをすることによって、えー、と利益を得るための勢力と解放闘争というのは曖昧なことになります。曖昧な部分があります、えーまあ、違法なものとか薬物を扱うには、まあ、武器がいるとで。その一方、えー、解放闘争をするためには金がいるという,ふうなことがあってですね。 えー、解放すするために麻薬を使うとかですねそういうふうなこのどっちのウォールド型の特徴もですね解放闘争型の特徴もどっちの特徴も持っている人もいます、えー、組織もありますしいやいやいやそういう麻薬とは距離を取りましょうよっていうふうな勢力もいますしそれが RCSS なんですけどそ,そういった組織もいますしもう完全に、えー、とブラックなマフィア型の武装勢力もいるそういうのが混在しているっていうふうなものがですね、えー rcs でです,ですでこれ、えっ、ー、タイ側の、えー、とオピウムミュージアムなんですけども、えー、クンサー、オピウムキングはフリーダムファイターって書いてあるように、ですね、えー、どっちなんだ、いい加減ですよ、でよくわからないですよっていうようなことです。で、このクンサーの、えー、と絵の、えー、後ろ側にですねシャンの旗の、えー、があるんだというふうなことがあると思います。で、このクンサーですね、えっ、ー、と1996年に投稿します。で投稿してまあえっ、ー、と そのその軍も解散するんですけれども、そこにそれに満足できない、えー、人たちがですね、この r c s を作ると。で、そのリーダーになったのが先ほどのスラ出身の人ですね、ヨースっていう人です。で、2000年に自治政府 r c s を設立して、えー、軍事拠点を有するというふうにタイ国境が、タイとミャンマー国境に軍事拠点を有するっていうふうなことになったわけです。じゃあ、えーっと こ,れこの RCSS がどういうふうなことをしているのかというと、まあ、教科書を作ったりでです、ね、あるいは政治的な歌を作っているバンドがいるらしくてです、ね、ちょっとこれ分からないよんないるらしくてです、ねあの、音楽も配信したりとかしてるらしいです。で、そういった各種行事がやってますよというふうな形で、政治的なお祭りの人とか、あるいは伝統的な行事のお祭りの人とかに、武装勢力の基地に移民がやってきてお祝いをするというふうなことがあります。こここれ国際政治学会で発表したううういいうとがあるっていうか で,、まあ、で人感がなくなってきたんですけど、じゃあ、千枚における移民難民、えー、CSO っていうのはどういうふうな人がいるのかっていうとですね、CSO って何かっていうと、まあ、一般的にこう公益に関心を持つローカルな民間団体のことです。まあ、ね、まあ、その NGO とは違って、あの地元を目指したっていうふうなことです。で、えー、すみません、もうあと3分ぐらいしかないので。であの えーとぶっ飛ばしてしゃべるんですけど、じゃあ、1000枚の CSO どうなのかっていうと、難民が90年代にやってきたんですよ。で、難民が90年代にやってきて、えー、それによってですね、難民支援の、えー、CSO がどん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 出てきた。それがこの白ポツのシャン・ユース・パワーであったり、シャン・ヒューマン・ライト・ファウンデーションとか、えー、バーマ・スタディズ・センターとか、そういったものが、まあ、1990年代以降にできてきたんですけれども、それがどういうふうにできたか,って,きたかっていうのが、一つ。 えー、あるんですけどもそれがですねメディア活動をしている NGO 今いっぱいあるんですでどういうものかっていうと例えば今だとですね、えー、シャ州内で、えー、ビルマ軍が何やったゴムなんでこんな,こんなに撃たれたデモに行った人がゴムなんでこんなに撃たれましたよっていうのが最近の数日配信されてるんですけどもまあえー、軍と、えー 武装勢力の戦闘で何名が殺されたとかそういうふうな記事を配信するっていう活動が,が今ネット上で盛んに行われているんですけど実はそれを最初にやったのは実はクンサーの、えー、軍にいたスポークスマンだった人なんですよでそのスポークスマンだった人が、えー、独立したメディアを作るんだって言って、えー、出るとでそのクンサーって人も自分が麻薬をやってるから、えー、そのスポークスマンに をスポークスマンにとどめておくよりも独立したメディアを作ってそれにお金を投下することによって、えー、シャンジンのためのメディアだっていう独立した体を与えておいた方がいいだろうっていうふうなことだったんですけどもそのメディアがどん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 今度は外部資金国際援助団体からの資金だったり民主化を支援するような団体から、えー、ジョージ・ソロスからお金をもらったとか言ってたんですけど、えー、そういうふうな。えー 団体から資金を得たですね、本当に独立したあの組織になっていくというふうなことがあります。そうするとそこで、えー、とできたそのメディアのノウハウどういうふうに新聞を発行して、えー、3人の間そして国際的に情報を伝えていくのかっていうふうなことをですね、えー、今度は、ねえー、とその若者のトレーニングの一環でそのメディアが行うようにな でそうすると、それを覚えた人たちが、いろんな組織で新しい NGO が立ち上がるようになると、その活動の一環としてメディア活動をするようになるというふうなことがあります。で、えー、その他ですね、えーまあ、こんな形で出すんですけれどもで、えーと、あとですね、えーと、一つ指摘したいのはですね、CSO と RCSA の人,人材の流動性がありますよっていうふうなことなんですけれども。 そうしたチェンマイにいる CSO、難民支援もやってます、そして90年代に難民支援の中で、ですね、えー、とじゃあ、武装勢力の、えー、支配地域に入って国内避難民であったりの支援をするっていうふうなことも、えー、ドナーとしてやるような、そういうふうなドナーが出てきます。で、そうすると、中のことを CSO の人たち、それを受けよう CSO の人たちは知ってるってことになるんですよ。 でそうすると今度はその CSO で働いた人たちが武装勢力の、えー、自治政府で働いたりとかするようになって、えー、ですねその教育政策を担ったりですねあるいは、えー、とドナーと MOU で契約を組んでですね、えー、と国内避難民キャンプで事業をするようになっているというふうなことで,ですね NGO と RCSS の人材の流動性っていうのをまあ あるんですよっというふうなことですね、えー、実はタイ側の,、まのえー、CSO とシャンジンの武装勢力は関係してますよというふうなことです。でこういうふうなものっていうのは、こういったサブトピックだとバラバラなトピックになってしまうんですけれども、えー、いろんなこうその内側の関係を見ていくと、ですね互いにつながっているというふうなことが分かってくるんではないのかっていう,ふうなことが言えると思います。 でこれまでの研究成果としてです、ね、どういうのがあるかっていうと、えー、そのほか、ね、旧世代の移民と新,移民、えー、新世代の移民のつながりとかです、ねえー、タイに住む移民と、まあ、RCSS の関係とか、そういうのをです、ね、これまで調査してきました。まだ未発表なので発表していきたいとで。これからなんですけれども、じゃあ、ミャンマーで、えー、民主化が起こった後ですね、2012年1年に民主化が起こった後今度はどん,どん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 ドナーのお金がミャンマー側に降りてくるようになる。 でそうすると、タイにいた CSO の人たちが、ミャンマー側で CSO の認可を取って、活動が移っていくで、その他、えー、タイ側で、えー、とある程度ノウハウを得た人たちが、自分たちで CSO を作るっていうふうなことになって、ですねるい市民社会団体が右後のケのコのように出てきたっていうふうなことがあるんですけど、その動きについて、まあ、今後どうなるか分からないんですけど、可能であればそうした動きっていうのを今後見ていきたいなというふうに思っています。すいませんあの <laughs> <laughs> 時間が <laughs>。 は分、い、間違えて申し訳ございませんが、以上で発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとの、えー、大変盛りだくさんで、あのしかもそれが全部つながってるよっていうそういうご報告なので、えー、大変あの急がせてしまって申し申し訳ありませんでした。えー、それではあのコメントー,ーのですね、あの琉国大学の落合先生に、えー、お願いしたいと思います。あのオチ先生は実はあのアフリカドラッグ王というですね、あの昔昔というかすいませんあの編集あのまとめられて そういう意味では、岡野、まあ、先生のご報告というか、公募研究の,あのプロジェクトタイトルが、まあ、違法薬物と、まあ、今回の報告でもございましたけれども、そういったあのテーマが取り上げられていたので、な、え、ん、ーまあ、らかの接点があ,あるかなと、まああのえー、落合先生、ご自身もあの風速研究などもあのなどあの取り組んでおられますので、えーまあ、そういった観点からあのお願いしたいと思います。えー、落合さんよろしししくお願いいたします、はい、聞こえるでしょうか はい、えっとあ岡野さんとに盛りだくさんの内容でちょっとあの必ずしも私が消化してるとはちょっと思えないっていうか必ずしもよく分かっていない部分が多々あ,あるのでちょっと窓外れな質問とかコメントになってしまうかもしれないですけどあの、まあ、岡野さんのポイ今回のご発表のポイントっていうのはあの まあ武装勢力とか移民とか CSO とかあの学問分野によってはこうバラバラに捉えられてしまうあるいは一見関係ないように見えるかもしれないえそういったまあアクターっていうか実,が実はそれがあのえとお互いに関係し合ってるんだっていうようなことをあのおっしゃっていたのではないかなと思いますしあの本当にそれはあのあの えー、その通りで、えー、とそういうのをそのちょっと学際的にっていうか超,超あのデ,ィスディスプリン的な考えあの視点であディスプリンにとらわれない視点であのその関係性を明らかにされようっていうのはとてもあの興味深いなっていうことはあのあの感じたのでぜひ、えー、と今後も続けていっていただけたらなっていうふうにあのおお思います。で、えーと 質問っていうかちょっとうまくあんまり質問っていうかコメントっていうかあのまと,まとめられてないところがあるのでいくつかちょっと思いつくままに多分3つか4つか <laughs> でそのうち答えられるものがあったら答えてもらって答えられないければ別に答えてもらわなくてもいいんですけどあのちょっと自分でも質問っていう言えるほどあのきちっとした質問にできていないので,ですけれどもあの あ話変わるけどエボラが昨日あれねギニアでまた発生したんですよねなのであの岡野さんはエボラのことを西アフリカでやっておられたからねそれがこのギニアからリベリアしてられるように波及さらにもう一回あの波及するのかどうかっていうのはちょっと関心があると思うんですけど、まあ、ちょっとあるところですけど元に戻って、えっと、岡野さんに対する質問っていうのはあんまり時間がないので3つ,3つか4つぐらいなんですけどまず第一にね ちょっと私はビルマのことわからないんで何言ってんだって思うかもしれないんですけどこれビルマって1948年の独立以来70年近くも内戦やってるっていうことですよねでそういうふうに長い戦争っていうのが他にもないわけじゃないと思うんですけどあのそんなに長い紛争ってあのもう一個の紛争じゃないっていうか単数形の紛争では なくて複数形の紛争っていうかいくつもの紛争がこう変わり変わりっていうかこう重なり合ったり合体したり離れたり新たに生まれたりするっていうかそういうイメージでしか捉えられなくていわゆるビルマ内戦フルストップみたいなそんな単一なものとして理解することは到底不可能なんじゃないかっていうのはなんとなく知らないのに。 知らないから私はビルマ内戦のことはブラックボックスだからよくわからないんですけどただなんとなくなんかそういうものなんじゃないのかなって勝手に思ってるんですけどあのそうなのかどうかっていうかそのえっ、ー、ともし複数形の,の紛争だったらつまりあの何コンフリクツっていう複数形の紛争であったとするならそのビルマ内戦って一体 ど,ど,どんなものが複数複合的に絡まってるんだろうっていうのがちょ,っとあのちょっと質問でもコメントのような質問のような感想のような感じなんですけどあの簡単に言うとあれですよほら例えば岡野さんにが詳しいんだったらリベリア詳しいからシェラリオにも詳しいけどリベリアで行くとあれでしょあの銅とチャールズ・テイラーの国家権力闘争っていう風に一見見えるけど十何年間のリベリア内戦はね でも全然関係ないんだよねだって、銅が死んじゃってからずっとリベリア内戦10年以上やってるんだからです、ね、つまり国家権力闘争に見えながら外側はね内実は全然関係ない紛争っていろんなところでやってるんですよ。で、そういう、まあ、それはシリア内戦なんかもそうだと思うんですけどこういろんなアクターが何十個も出てくるような紛争って一見国家権力闘争に見えるんだけどいくつもの細かい紛争がこう複合的に絡まり合っちゃって。 でいつまでたっても終わらないっていうかで、何が決着なのかもよく分かんないっていうかあの、そういうことってあると思うんですけど、なんかちょっと今日のご発表の本題からはずれるかもしれないけど、このビルマ内戦って一体何なんだろうっていうのがちょっと私のふと思ったところですね。で、それから2つ目は、ちょっとまだあのよく分からなかったんですけど、その武装勢力と CSO には、 なんとなくこう人,人,人材の流動性があるっていうか関係性があるとかっていうようなことがちょっと語られたのではないかっていうふうに思う,思うんですけどあとその例えばその CSO と武装勢力の関係のところもちょっとわからなかったのもそうだし CSO と今日の麻薬違法麻薬っていうか違法まあ,あアヘンだと思うんですけどこの辺だと主なものっていうのは。 それとの関係もちょっとだけもうちょっとだけ整理してもらったらあのちょっと私の中ですっきりするっていうか、えー、と武装勢力 CSO 違法薬物とかあそういったある移民とかの関係をもうちょっとだけ簡単にもうちょっと整理してくれたらわかりやすいかなと思ったのが2つ目ですかねそれからあのえっ、ー、とこんなに長い紛争ってやっぱり武器がどっかから来なければいけないと思うんですけど今日武器のことあんまり そん,なにそんなには語られなかったと思うんですけどあの当然武器ってどっかからやってくるんだと思うもちろんミャンマーの中で作ってる武器っていうのもないことはないアフリカだって国内で武器作ってるから別にそれはないことはないと思うんですけどやっぱりどっかからね供給され続けなければならないわけで、えっと、そういう武器のこと武,武器のネットワークっていうかもしご存知のことがあったらちょっと教えていただきたいっていうこととそれから4番目にこれはもう本当にどうでもいいことなんですけどシャンシューって あの別にタイとだけ国境を接してるわけじゃなくてラ,ラオスと中国とも接してるわけですよね。で今日は、まあ、中国はちょっと別だけどラ,ラオスとかのことは何も語られなかったんですけどその国境を越えるあえ越境する非国家ネットワークの研究の中であのあのタイがフィールドだと思うんですけど岡野さんの。 あのシャンジンの活動があるのかなってちょっと疑問に思ったのでそれはもう本当あの単なる関心だから特段何もコメントがなければ別に大丈夫です今言ったようなことを全部答えていただきたいんじゃなくて、まあ、もし何かご存じなことがあったらお答えいただければなって思いました以上ですはいありがとうございましたえー、本当に多岐にわたる質問だと思いますけれども岡野さんあのじゃあよろしくお願いいたします。 ちょっと発表の内容をちゃんとクラリファイしていただいて分かんないからちょっとちゃんと説明するよっていうところをリストアップしていただいたというふうな感じでですね大変恐縮なんですけれどもまあおっしゃる通り、えー、ビルマ内戦っていうのはものすごい長い紛争で単数形の紛争ではないっていうのがおっしゃる通りなんですよね。でえー、その一方で なんていうんだ中心がずれているというふうなところがあったりもしていて、えー、ずっと長きにあ、あのー、紛争を続けているような民族あるいは、えー、その民族の武装勢力っていうのがいては、えー、そういった、えー、と勢力が連合をしたり、えー、あるいは停戦合意を結んだりあるいは まあえー、とロヒンギャ問題の時に、まああのー、あったんですけども新たな武装勢力が出てきたりとかですね、えー、そういうふうな、えー、状況があります。でまあ、コンビルママン内内戦戦ミャンマ を理解するために必要なことは何かっていうとやっぱりそのビルマ政府の少数民族政策というのがどういうふうに進展したのかそのレスポンスで、えー、いろんな少数民族が、えー、行動するというふうなパターンというふうなもので見るとビルマ内戦っていうのは影響あの理解をしやすいのかなというふうなことで割とこうナショナルなものに影響を受けているようなもので。あの 世界的にどうだこういう傾向がある。1990年代にポスト冷戦型の内戦が増えたとか、あるいは、えー、イスラム型の内戦、えーと、テロリズムのような武装勢力の,ものがような集団が出てきた。すみません、なんかあの専門じゃないんで、えーと、言葉があれなんですけどとか、そういうふうなグローバルな流れというも、ナショナルな、えー、問題なんで,で、ある意味、そういうふうな。 紛争が起こるっていうのはシステムとして形成、インフォーマルなシステムとして形成されちゃっていて、えー、互いに武装勢力同士が携帯電話を持っていたり、えー、裏では経済的な取引であのミャンマーのその地域の、えー、と管轄をしているような人とつな、えー、がっていて、お金のやり取りがあったりとかいうふうな、そういうふうなものもあるというふうなことが言われています。でえーと 武装勢力と CSO の関係を今回言ったんですけれども、えー、そうですね CSO をまあえっとなんていうのかなその自治政府を作りたいっていうのとか独立をしたいとかいうのがそもそもの目標なので、えー、自治政府があるというふうなことです。 自治政府があるというふうなことは、ですね文民として、えー、ちゃんと文書が書けるとか、ちゃんと一貫した政策を説明できるとか、そういうふうな人たちがいるというふうなことになってくるので、まあ、CSO とも、まあえー、とノウハウが、えー、一貫して、えー、必要なものは似ているのかなというふうなことで、まあ、CSO と関係があるというふうなことです。 で違法麻薬についてはちょっとあんまり突っ込むことができなかったんですけれども、で今回はちょっと話すと長すくなるんで飛ばします。で、武器がどこからやってくるなんですけれども、最初はベトナム戦争とかカンボジア内戦とか、あの辺りからだったらしいんです。で、その後今度は、えー、それであのタイを中を通って、えー ミャンマーに武器を運ぶとでそれにタイ軍が噛んでいるタイ警察が噛んでいるっていうふうなメディアのすっぱ抜きっていうのが70年代80年代にはあったとけど90年代に入ってカンボジア内戦みたいなのが落ち着いてくると今度はその武器不足がに陥ってくるっていうふうなことになるんですけども今度は、えー、中国が えと和州連合軍っていうんですけどもその中国国境と接している武装勢力に対して支援をするようになってきてその武器を横流ししたりとかするというふうな、まあ、ぶら下がるぶ一つのぶら武装勢力にいろんな少数民族の勢力がぶら下がるというふうな、えー、構造があるというふうなこととかですねあるいはその大軍が支援をしているんじゃないか。 っいうふう、今でも支援をしているんじゃないかというふうなことも言われています。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、タイ人の、えー、軍人の友達がいるっていう人から聞いたっていう、すごい曖昧な情報なんですけども、俺の友達が、お前、タイアン、ただ、シャンジンの研究してるんだよ。って俺の友達が、なんか、あの、その本拠地に行って、あの、シャンジンの軍事訓練、きつ,つってきてって言ってたよ、とかいうふうな形のですね。そういった噂話があったりとか、いうふうなことはあります、というぐらいですか。 えーと話すことはできないというつまり武器がどこから来ているのかってう、えー、と噂レベルでしかわからないというふうなことがあります。で、山州って別にタイと接しているわけではなくてラオスとか、えー、と中国とも接してますよねっていう話なんですけれどもそれが実はですね、その山州,州の中でもいろんな武装勢力があってですねそれがその中国国境と、えー、接していたりとかですね、えー、で、中国の中国 中国人、高換人って言うんですけど、その中国系の人々が少数民族にな,なるわけなんですよね、えーと、ミャンマーの中では。で、その人たちが武装勢力を作っていて、実は中国と併合されることを目標に、えー、武装闘争を掲げているっていう風な、そういう風な状況もあります。で、ラオスに関してはですね、ラオス側にもシャンジンの村とかがあるとかですね、 えー、いうふうなことがあることはあるんですけれども、よくわからないというふうなことが、ですねあの、まあ、の僕の正直な勉強不足ですというふうなところがあります。でちなみにあの、高田馬場にいるノン・イン・レイっていう、えー、レストランがあるんですけども、そこの、えー、オーナーさんは、ですねミャンマーに住んで、シャンシューとタイとラオスに住んだことがあるというふうなことを言ってました。 でその辺のあたりラオスのシャン人の人の子がどう進んでいるのかってヒントがあるのかなというふうなことですからちょっと今後勉強していかなきゃいけないなと思っているというよなところです。すいませんちょっとあの雑踏ですが以上となりますあ。ありがとうございました。いしたはい。ありがとうございました。えっとあの視聴者の方から一人あのご質問が来ております。えー、シャン武装勢力は、えー、シャン一般市民の人々に対してどの程度影響力を持っているのでしょうか。と まだ紛争がくすぶっている地域ですが、シャンジンがまとまって分離独立を求めているのかというとそこまでではないように見えるのですがというご質問ですいかがでしょうか。ありがとうございます。えー、っとこれは実はすごく曖昧なところがあってですね、シャンジンにシャンジンは独立をするべきかって聞くとほぼ8割が独立をするべきだっていうふうに答えるって。えー えこれはですねジャーナリストの高野秀樹さんっていう人が、えー、とシャンジンの2 3 0年関わってるみたいなんですその人が言ってますで僕もその感覚わかるんですけれども、えー、とシャンジンは独立するべきだって言いながらも、えー、実はそのそうした運動に対してあんまり理解できていないっていうか深く考えていないっていうふうな人がほとんどで。 えー、そのシャンジの人たちも、まあ、ビルマ語、ビルマ化政策みたいなのがあったのでシャン語をしゃべっているのは、えー、実は家庭内だけでシャン語を書けないしあるいはどういった運動があるのかっていうのも理解していなくてビルマ人の一人として生活をしているという人がまあ多数いるわけです。でその一方ですねあの るその移民武装紛争あるあるるみたいな形になるんですけれども隣国にいるディアスポラっていうのはやはり過激な思想を持っているっていうふうなことがあってですね、えー、その隣国に出てっている人たちはかなりあの過激な言い方をするというふうなこともあるんですけれども、えー、彼らはあのー、90年代とかそのビルマンの教育がまだ 農村部に浸透していない頃にですね、えー、実はその国境地域からタイ側に出てきているので実は産語と、えー、タイ語は喋れるけれどもビルマ語は喋れないっていう人たちがいてですね実はあので産の文字を書ける人っていうのは実はそんなにいないんだ <laughs> タイ語はできるけど産語は喋れるだけ書けないあるいはビルマ語はできるけど家の中ですか産、えー、語は喋ってないっていうふうな 人たちがいて実は国民国家の間の中に分断されていて、えー、その中でなんかこう、えー、昔からの理想を掲げているっていうふうなのがその武装勢力で現在もその解放闘争みたいなものっていうのが国際的な主流ではなくなっているっていうふうなこともあるんですけどその武装勢力自あの武装闘争自体が主流ではなくなっているっていうふうなこともあるんですけどそれにとって何をしだすかっていうとやっぱりその 移民とかあるいはそのシャン州にいる人たちに向けていいメッセージ、ナショナリズム的なメッセージを流すことによって自分たちの生存を、えー、確保していこうっていう風な形で武装勢力の生存戦略も変わっているという風なところがあるんじゃないかという風には言えるんだと思います、えー、こんな形でよろしいでしょう はいいありがとうござます分離独立については中東でもクルドなどがよく事例に挙げられますけれどもやはりこれは聞いた時の回答とそれとも実際にそういう分離独立の可能性が生まれる政治的オポチュニティあができた時とでやっぱり全然対応は違ってくるのかなというなかなかこういわゆる調査の中で事前に把握するっていうのは難しい しいところがあるのかなっていうあの印象をあの個人的には思っております。えー、っとですね、えー、っとちょっとですね一点だけ私があの司会のあのえー、っと権限をあのあれしてですね時間も過ぎちゃってるんですけども一点だけあの教えていただきたいんですけども先ほどの武装勢力とあの、えー、CSO のつながりということをあのおっしゃいましたけれどもこれあの。 まあそういう意味ではそのあの、まあ、紛争地域どこでもあの同じような現象が発生するわけだと思うんですね。でそうすると例えば、まあ、あのあの中東だとよく言われますけれどもいわゆる、まあ、CSO 的な活動している側面同じあの組織でですね CSO 的な活動している側面と武装勢力としての側面と両方その合わせ持ってるっていうのがあると思うんですけれども、えー、例えばその武装勢力が CSO にこう寄っていくそういうふうに変化 化していくそちらの方のネットワークの方がを重視していく中でその例えばその、えー、その組織規範みたいなものがですね変わっていくとかその変わり方っていうのは、えー、そのその相互可変的なものなのかそれとも一方方向にももう CSO になったんだから、まあえー、武装勢力時代の,、まあ、あのルールみたいなものは多少 こう忘れていかなくちゃねみたいな感じになっていくものなのかその辺りの何て言うんですかねまあ要するにあの社会運動なんかで言うといわゆるフレーミング的なものが変わっていくのかどうなのかっていうところが、まあ、簡単すいません時間をしていながら聞いてあのややこしい話聞いちゃうんですけどもいかがでしょうか それって確かにその武装勢力とかその武装勢力の組織形態とかにもよって違うと思うんですよね。でまあイスラム同胞団とか勉強しなきゃなとか思ってるんですけどちょっとそこまで手が回ってないのでミャンマーだけの事例に言うとえー、と別のカレンジンっていう勢力は武装勢力武装闘争をやってるのが CSO を作るっていうふうなことをするので、えー、実は援助の受け皿が。 完全にに武装勢力の下にいるっていう風な構造になってるんですけれどもシャンジンの場合は、えー、と武装勢力とは関係ないところに、えー、CSO ができてきてそれを取り込むっていう風な動きをしたんですよね。でその取り動きを見せたさっきのヨウスクっていう指導者がですね結構その何て言うのアピー国際社会にアピールをする ような形で武装勢力の形を変えていっている CSO と協力をする、英語で発信する、タイ語で発信する、テレビにも登場しますというふうな。なので、えー、とか,かなり、えー、とシャンンの RCSS という組織に対しては個人の思考性が強いんではないかというふうなことが言えるのかな。逆に武装勢力であろうというふうに、バリバリでゴリゴリでまだ解放勢力型の えー、携帯を取っているところもあるので、えー、というふうなことが言えると思います。はい、ありがとうございました。えー、っと、ちょっと時間を押してしまって申し訳ありませんでした。はい、あの、岡野さん、大変興味深いお話を、あの、ありがとうございました。また落合先生も、あの、いろいろと、あの、コメントをいただきまして、本当にありがとうございました。